どうも小沢クラブです。今回も素晴らしいゲストが来てくれました。こちらの方です。はじめまして、三浦康太です。お願いします。じゃあ、三浦康太さんとはね、もろもろいろいろなお付き合いありまして、今回は何やるんでしょうか。お二人の共通点何かなと考えたら、まあスポーツ。違うよ俺らの共通点はサクちゃんだよ、スタイリストの。そうっす、全く関係ないけどそれは企画にできないですね。できない。スポーツ、野球とかする。野球めちゃくちゃ好き。で、格闘技もちろん好きだと思うんですけど、はい、ちょっとそういったところから企画。いや、スポーツ選手の名言クイズ。とは、まあ、いろんなスポーツ選手名言格言残してると思うんですけど、その名言だけを聞いて誰が言ったのかは当てる。どう？いや、自信はないです。で、出るか出ないか分かんないけど、思いつくスポーツ選手の名言、好きな名言ってある？好きな名言ないっすね。な、結構あるじゃん。自分で自分を褒めてあげたいとかさ、オリンピックの違いがあるんだろう。でもパッとは出てこないかもしれないです。でも言われたら、まあ、聞けるのかな、はい、じゃあやってみよう。いいですか。小学生の頃、20メートル先を歩いていた女の子の後頭部に柿を命中させてプロに行けると確信した。はい、はい、イチロー選手。正解です。すごっ。知ってました？いや、適当です。いや、なんか野球かなと思って、なんか結構そんなぶっ飛んでるってイチロー選手ぐらいかな。まあイチロー選手ぶっ飛んでると思ったけど、小学生の頃20メートル先歩いていた女の子の後頭部に柿を命中させてプロに行けると確信した、これを名言と取るんだ。いや、名言じゃない。あ、すごいって思いません？もっとあるだろう、イチロー選手なら。三浦さん、いつプロに行けるって確信しました？なんだろう、まあ、プロに行けるって確信したというよりは、プロでやっていきたいなっていうふうに思ったんで、ね、確信はしないですよね。そうですね。上手に MC するな。なんか1問目から違う感じだったから。2問目いきましょう。不倫が間違っているのは気づいていたが、私に一般的なルールが適用されるとは思わない。うわー、すごい。だから大スポーツ選手だよ。はい、そうです。だから、え、不倫？それは一般の人の話でしょ。俺だよってことだもんね。これ名言ですね。これ名言って言っちゃいけない時代だと思う。マイク・タイソン。違います。いや、ボクサーじゃない。まずマイク・タイソンこんなに長い行喋らない。俺はね、タイガー・ウッズ。正解です。タイガーウッズさ、女性いっぱい行きまくったニュースあったじゃん。はい、それで思いついた。あ、1対1、いい試合じゃない。面白いですよね。面白い。あと、さっきはあーは言ったけど、文のチョイスがいい。俺は初体験が11歳やからな、女性も男性も一緒やと思うけど、常に愛を求めるというのは長生きの秘訣かもしれない。まず関西人だな。これ絶対マイク・タイソンじゃないから。ジェイさんやからなとは言わないじゃん。全然。関西人で長生きの秘訣かもしれんね。で、長生きしてて長生きの秘訣なんですかみたいなことが取材で言われたんだと思う。これはやっぱ、これなんていうの。長生きしてる人。長生きしてる人。こういう文脈。だからスポーツ選手。スポーツ選手か。まあ、ロックはスポーツとしたい？格闘技です。え？ボクシングとかじゃなく格闘技ね。ボクシングです。具志堅用高さん。違います。渡辺二郎さん。違います。違います。今正解のまでここ映ってないけど顔も違います。顔ムカついた。正解は山根明元会長です。なんか急に嫌な気分。いや、でかそこなんかタイガーウッズの辺から気なくせえなと思ってたんです。チョイスが気なくせえなと思ってたんですか。続いて、野球なんて全然好きじゃありませんでした。本当言うと生活の手段としてやっていただけなんです。はい、イチローさん。イチロー野球大好きかも。大活躍した選手なんですけど、これを言えるっていうのはすごい。だから野茂も野球好きだもんね。
でも引退してるってことですか。そうだね、桑田も好きだし清原も好きでしょ。野村克也消えます。世代その辺だね。野球わかんないですね。ねえ、その世代わかんないよね。もういいよ答え。正解はバンドゲージ。なんかさ人のチョイスがさ水曜日のダウンタウン州が出てるんだよ。バンドエイジ選手はスポーツ選手の名言のカテゴリー入れちゃダメな人だろ。名選手じゃないですか。まあね、もともと甲子園ですごかった。中日のエースでね。あれだけ活躍しといてその好きじゃないっていうのすごくないですか。まあね、確かに好きですよね。はい、好き？好きです、ね、だってさ痛い思いもするじゃん。はい、それも、いやでも勝った時の興奮はやっぱ耐え難いものがある。漫才とかも一緒か。滑るともうマジで壊れてしまえと思うね、地球上で。もう負けた試合とか滑ったし誰にも見られたくないでしょ。そうですね、勝ったのだけ全員見てないの。ムカつくよね。でサッカーです。ああ、いいんじゃない。中田は携帯電話の CM に出てるけど30回かけても全然つながらない。中田さんの世代だ。はい、でもお父さんだったらヒデって言いそうですよ、ね、おー、なるほど。だいぶ先輩だしね。はい、中田選手の同世代って誰がいたっけ。あ、前園さんはちょっと先輩か。そうですね、ちょっと上かもしれない、ね。でも中田って呼び捨てできる人だからそれより下じゃないもんね。で前園さんではないんだよね。これこそ名言なのかとちょっと思いました。確かに名言ではない。え、誰だ。一応言うだけ言って答え言っていいですか。いいよ。トルシエ監督。いやなんか出なくないですかそれ。これあれ名言聞いてるのは楽しいんだけど答え聞くとなんか嫌な気持ちになるよねこれ。そこに行かない。行かないよ。ちょっとミスリードですから三浦さんへの。ああ、お父さんっていうワードが出たらもう勝ちなんだ。そこにミスリードしたから大丈夫ですか。クソがクソが絶対に負けない方法を知ってるかい。勝つまでやめないことだよ。いいね。これはね、俺も本当にいつも言ってるの。麻雀やるの。麻雀って俺すごい強いのよ、はい、すごい強いって言ったらあれだけどまあまあ強いのよ。でも負ける日あんのよ。でも落ち込まない。今日が最後じゃないからっていつも思ってる。あ、明日やら勝つしとか。これお笑いでもきっと格闘技でもそうかもしれないじゃん。今日滑るかもしれないけど2連敗しなきゃ滑ってるやつにならないのよ。今日滑っても明日受ければ滑った人にならないっていう考え。あ、一緒。まあ自分はその負けてもその次勝てばなんて言うんだろう、ね、その負けをが糧になるかな、うん、一緒です、ね、その負けのおかげで勝てたっていう感じね、はい、これはでもいい名言だね、はい、でもこれは多分チームプレーのスポーツじゃないね。だから、いや格闘技だと思うんだよね。いや俺団体競技かなって思って。例えば誰だと。お父さん。来た。違う。違います。まさに言いそうだなと。ミスリードです。これも俺もミスリードされようかな。行くよ、はい、お母さん。あ、ミスリードされた。K1 選手。 K1 選手詳しいんじゃないの。亡くなられました。アンディフグ正解です。いいじゃない。いいじゃない。知ってるアンディフグとか。はい、知ってます。あれなんで。だってあれ90年代後半とか2000年前半だよね。なんで知ってる。いやでも結構好きで昔の球団とかは、だって生まれてないよね、アンディフグ。だから俺らが安木を見るようなもんか。あ、なるほど。その世代を好きな選手とかっていらっしゃるんですか。回すなでもMC ぶり出すな。そういうことがあったからそれこそバカオ選手とか全然世代は違うんですけど、はいはいはい、昔の映像とか見てるとやっぱすげえなみたいな。でしかも今も強い。なんかすごいなと思います。いやいや、じゃあ2対1ね、はい、じゃあ続いて、まあ、試合前に今の心境いかがですかって聞かれてるんですけど、いや怖いのが半分
恐ろしいのが半分でしょうね。どっちも怖えじゃねえか。どっちも怖えんじゃねえか。でもこれ格闘技っぽいっすね。あ、そうだよね。でもこんな心境になるの、もう先に回される前に回して始める。あっちが聞きそうな質問先に潰しといてやると思って。怖いのが半分。どういう感じだよ。でもやっぱ相手にもよるから。なるほどね。その全く怖くない日もあるの。全く怖くない日もありますね。その早く見せたいなみたいな。あ、その勝つイメージが完璧にできてれば見せたいなっていうのがあるんですけど、やっぱそこにそうじゃないと、それこそブアカオ選手やった時は、まあ楽しみは半分とか言ってたんですけど、カメラ回ったら、もう心の中では楽しみなんてなくて、もうなんていうんだ、本当怖いのが半分、その負けたらどうしようとか恥かいたらどうしようっていう意味の怖いが半分で、シンプルに対峙する恐ろしさみたいなのが半分。そう、実際こういう気持ち分かるんだ。そうですね。我々は知らないからさ、もうボケみたいだなと思っちゃうけど、本当にこういう環境に。そうですね。僕もその迷う方の名言で取り上げたつもりだったんですけど、本当にあるんですよ、はい、本当のアスリートはこれ分かるよね。正解言っていいですか。ガッツイします。もうだからいじろうとしてるじゃん。悪いとこ全部出てる。マジ悪いとこにいじれる人じゃないと出せないですね。ねと思ったんですけど、いや実際その本人はだから本当大魔神って。大魔神。続いてちょっと歯が痛くて歯医者さん予約してたんですけど、ちょっとそれをサボりたくなって歯医者さんに電話しての人です。今日は歯が痛いので休みます。会社これもふざけっぽいですね。歯医者に行かなきゃいけないけど、歯医者に行かない理由考えて歯が痛いから行けませんって言ったっていうガッツ石松。正解。やろう。これがね、確かにこのチャンネルっぽいっすね。ね、悪いとこ全部出てるね。え、本当ですか。いや今ガッツいっぱい探してるじゃん。ガッツ次のページの問題じゃなく、他ガッツなかったかなじゃないのよ。ガッツもないですよ。ちょっと海外に行ってて、ニューヨークでマクドナルド、大喜利の答え出す前の工場なのよ。なんとかの何々の時のあれなんですけどじゃないのよ。大喜利やりだしてるのよ。あるアスリートの方が海外に行ってニューヨークに行ったんですかね。でマクドナルドを見かけて、すごいね、アメリカまで進出してる。ガッツイ始末。違います。結構頭悪い系の人。それ言っちゃうと、これそれ言っちゃうともう答えれないよ。一応答えれる。頭悪い系の人って誰。いや分かんない、誰だろう、誰だろう。コウサダハルさん。あ、王さんだったらちょっとこれ心配になっちゃうけど、この答えなら許されるわ。いくよ、長嶋茂雄。正解です、ね、長嶋さんらしいじゃん。確かに、いやすごいですね、アメリカまで進出して、ね、うん、ま、ちょっとふざけで言ったって感じですか。そう、いや、なんか心の底からチャーミングな人だから。あ、もう5対1。俺なんでこういうと思ってるの。タイガーウッズしか覚えてねえんだけど。次が5点入るやつですね。次5点入るやつ、5点絶対勝ってよ、はい、でラスト5点です。高級ステーキ店にウェイターさんに、あの焼き加減いかがされますかって聞かれて、時の一言、生姜焼きで。何系の人。何系の人。何系かは。ステーキ屋で普通ミディアムウェルランレアとかある中で生姜焼きで何系の人。何系だろう。でもこれをガチで言ってるか、ふざけて言ってるかみたいな。まあね、こうっすよね。俺当てに行けるよ、言っていい。はい。あえてだよ、お父さんだよ。ああ、でも確かにお父さん言いそう。違います。悪いやつ。今の見た、映ってないけど。いや正解だと思った。今の正解だと思ってる。俺最後だからお父さん出すと思って。お父さんはふざけてこれ言いそうだよね。言いそうですね、確かに。しかも生姜焼きっていうのも言いそう。好きなんだ。いや、なんか言いそうだなと思って。だからもう何系の、そう、何のスポーツかも読めないじゃん。まあ、格闘技系ですね。来たよ来たよ。うん、ガッツガッツガッツイします。正解です。もう基本ガッツさんじゃないですか。基本ガッツなのよこのチャンネル。ちょっといじるなみたいな。悪いやつでしょ、最低だよ。
じゃあ6対5で、はい、宮野さんの勝利。いや、全然嬉しくないです。全然嬉しくないです。